アイアサ・柱は、新末の順天軍の放棄の指導者、愛大順とも言う、雲南省大関出身。貧しい労働者であったが、1859年に、李英和と兄弟のアイアサ、金井と共に、不公訴、不能家庭、ダトミズミ品をスローガンに放棄して、復元水を称した。順天軍は、四川省に入り、ノブ州を放棄した後、権威、落山を占領した。権威、 落山は製遠業が盛んであったが、塩港たちが、順天軍に参加して軍勢はたちまち十数万人に、膨れ上がった。1860年の段階で、順天軍の活動範囲は40余りの集権に、及んだ。李英和と、アイアサカナエ、アイアサ柱は兵力を分け、李英和が、現意、落山一帯を守り、アイアサカナエ、アイアサ柱は北上して、 生徒付近の集権を攻略していき、1861年5月より、面州を包囲した。しかし4ヶ月経っても攻略することができず、四川総督、落兵将が反撃を開始した。愛朝叶え、愛朝柱軍は壊滅し、丹郎に撤退したが、包囲され、愛朝叶えは突破しようとしたところで戦死した。愛朝柱は残党を率いて、先制省南部に入り、 大関係を王将した。1863年、河南省から太平天国のタスクを陳特裁の軍が先制省に入ったため、愛アアサ柱は冠中でこれに合流し、共同作戦を取ることとなった。愛アアサ柱軍は、お占領して西安に迫り、清は西安将軍、ドロンガを派遣して大処に当たった。しかしこの時陳特裁軍が、 連携救援のため、先制省から撤退したため、ア朝柱軍は孤立し、ドローンガの攻撃を受けては陥落した。ア朝柱は撤退する途中で伏兵に襲われて、戦死した。ありがとうございます。